お疲れ様でした。お疲れ様です。カレンちゃん、はい、もうすぐ新しいアングラーズアイドルが選ばれますね。はい、ってことは、はい、まあ、現役もうすぐ最後ということで、どうですか今の心境は。いやー、なんか早かったなっていうか、なんかいろいろあったなみたいな。ちょっと泣きそうになってない？いや大丈夫です。全然大丈夫です。いやなんかでもこれで、でもこれからだなっていう、そうよね、すごく思います。うんうんうん、一区切りして、はい、今ちょっと歴代のアングラーズアイドル後ろにね、すごいですよ、すごいですよ、アングラーズすごいことになってますね。初代愛花ちゃん、愛花さん、はい、そして晴山由里ちゃん4代目かな、ね、そしてイエーイ6代目かの藤木かなちゃんが、ね、MC 練習中の今必死です。橘瑞穂ちゃんこの後レギュラートークなんで、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。やりたいなって思うし、この距離だからこそ生まれる感情というか、こういうのやりたいとかっていうのはと思うので、それを実現できるような2021年にみんなでしていきたいと思いますので、ぜひアングラーズアイドル歴代の方もぜひ見てください。はいはい。カレンさんはなんかアフターコロナしたいことあるんかい。今ちゃん締めたなんて最後のね、言ったこともまだ。初出演で見てます。たまに見てます。いや嬉しい、ありがとうございます。なんかすごいですよね。なんだっけ、スリーガールの寝起きみたいなのを載せた。すごいなと思って。ね、なんでですか。え絶対無理ですもん。私寝起き見せれない。絶対無理じゃない。もうどうなんや。無理無理。それで今度アップしてもらって。無理無理。じゃあコロナ開けて、うん、寝起きドッキリを。ねえ。いやいやいや。本当にできない。いやいや。マジで。よろしく。決まりました。嫌です。終わった。そっか。終わりました。つい先ほど、はい、新しい方が決まりまして、はい、そうね、実はねもういるんですよ、目の前に。挨拶を目指してますね。いやどうでしたか。改めて終わりましたが、終わりましたね。結構大変な年でしたもんね。本当にあまりイベントとかもなく、あそうでも、もうサラナさんにも話聞いたんですけど、やっぱサラナさんのそう震災の時に比べるとまだ活動できた方なんじゃないかなと、そう自分でこうやって、ね、発信してるからすごいなと思って。その時ってまだそこまで YouTube とかインスタとかって、うん、確かにそうね、 SNS はそこまでガンガン来てなかったからね、うん、でもそれでも今このキャリアを積み上げてそうですよ、そうだからいやもう本当にこれからだなみたいな感じでありがとうございます、はい、頑張ります。みんな先輩方見習って頑張ります。そっか、じゃあさ、アングラーズアイドルの任期が今日で終わりました。終わりました。こっからどうしていきたいみたいなのは考えてはいる？そうですね、具体的に言うとやっぱり YouTube メインにはなってくると思うんですけど、もうこっからメーカーとかもう自由になってくるじゃないですか。今のところまあフリーではていくのかな、まだ分かんないですけど、なんか1年間アングラーズアイドルとして、まあ、いろんな自分が何をしなくても来るじゃないですか、うん、お仕事いただけるんですけど、1年間終わって、うん、そのアングラーズアイドル現役じゃなくなった時にめっちゃ不安ですよね、うん、そうなんかめちゃめちゃ、だって私も全くなんかその決まってもなかったし、うん、これから私は釣り業界で、うん、どういう感じで仕事とかいればいいんだろうっていうのが、そう今5年目経ってなんとなくなんとなくで来ましたけど、うん、その時はめっちゃ変わりましたね。そっか、変わった瞬間、そう、なんか待つのも違うし、で肩書きがなくなるから、そう、かといってなんかガンガン行くのもなんかよく分からなかったっていう、1年じゃね、なんかよく分からんまま終わっちゃうよね、そう。かなちゃんはどうだった、任期終わって。
うん、なんか特に何も考えずに、そんな感じする。なんかただ、まあ、なるようになるかみたいな感じで、のんきに来たら今こんな感じで。なるようにしかなれんよね、本当に。もう結構だっていろんなね、メーカーさんとかもそれぞれ女の子とかがいたりしてるよね。そうそうそう。枠あるのみたいな。なるようになれって感じで。やるしかないし、そうだね、まあ、やってる姿を誰かは絶対見てくれてるから、うんうん、あ、こんな子いるんだ、声かけてみようかなって絶対見てくれてると思う。いや、うん、本当あの声かけてください。ぜひうちの市木カレンをよろしくお願いします。頑張り屋です。いろんなメーカーさんよろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。何話してたの？4代トークでなんかどんな人がタイプかみたいな。4代目のアングラーズアイドルの春山ゆりちゃんです。こんにちは。初めて？初めてです。かなちゃんのチャンネルに出演してる。ありがとうございます。今フルフッキング TV も撮ってるので。あ、そうなの。はい、ちょっと用事あるんで。OKOK 聞いちゃっていいのかな。うん、みーちゃん大切です。ということで、ゆりちゃんのタイプと、私すごいいきなり質問攻めされるの。あの年上年下カメがどれがいいかみたいな感じで軽く話してもらえれば。結構つくじゃん。軽くないよね。全然軽くない。好きなタイプ？タイプどんな人？好きなタイプ難しいよね。あ、いつもこう話してる感じで、居酒屋さんで。あ、でもさ、世代交代終わりまして、無事に12代目の池山千秋さんです。おめでとうございます。お邪魔してます。12代目アングラーズアイドルの池山千秋です。めちゃくちゃ緊張したんじゃないですか？しました。なんか本当雑談とか、はい、雑談とかあったじゃないですか、うん、あれ聞いててもうめっちゃなんか、うん、みんなでワイワイしてて、うん、楽しそうって言って1年越しにしっかり入れるように頑張ります。いけそう。いや全然いけますよね。もう回していただいて、いや端っこでガヤしてます。でももう選ばれてどうですか、今の心境は？え、嬉しいです。嬉しいから純粋に、はい、もうなんかやったーってなってますもん。はい、すごいすごいリアクションしちゃいました。じゃあ選ばれるまではドキドキです。ドキドキでした。なんか最後も全然なんか選ばれるって思ってなくて、みんなすごいなんか素敵な方ばっかりだったから、うん、大丈夫かなって思います。いやー、見事ね、笑顔でアドバイスを。あ、はい、いやいやいや、まあ、でもそうか、コロナを経験したのは多分私が初めてだから、うん、多分もう少し引きずると思うけど、うん、まあ、ぜひ頑張っていただきたい。めげずに頑張っていただきたいです、はい。何かあったら聞いてください。はい、はい、私が澤田さんに聞いて全部あの何で関節的ちょっとずつ変わっていくわ。、はい、すいません。あのということで12代目の池山千秋さん、はい、これからよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。いいのかな、こんな緩くて。